日本の人誤解してると思うんですけど、総理大臣を岸田さんにするというので、投票した日本人というのはほとんどいません。誰を総理大臣にするかという投票する権限というのは、日本の国民は持っていません。総理大臣を決めるというのは、日本国民ではなく、自民党のやる仕事なんですよ。どういう人が日本のトップになるべきかっていうのを、日本人が決めることはできませんと。まあ一応自民党の政治家の中には日本人もいるので、まあ全員が決めることはできなくて、ごく一部の自民党の党員だったり、公明党の党員だったりとか、の人たちが決めてる。